はい、どうも釣り探しです。今回は釣り場での魚の締め方マダイ編、脳締め、血抜き、神経締め、鬼締めまでです。以前にもマダイを締める動画を公開しましたけれども、その時には鬼締めまではやっていませんでした。それなので今回はそのアップデート版ですね。僕自身めちゃくちゃ効果を感じている締め方になります。ぜひ参考にしてみてください。では行ってみましょう。はい、今回のマダイはこちら、こっちですね。こっち、あの平鈴木もいますけど、こっちです。このマダイを締めていきます。はい、ではまず脳締め。脳締めにはフィッシュピックを使います。このダイワのフィッシュピックすごい使いやすいです。で、このエラブタの線がこの端っこですね、この辺に脳があるんですけど、ここ硬いんで、こっからちょっと離れたとこ、ここ柔らかいとこがあるんで、ここで斜めに刺せば脳締め決まります。ではやっていきます。はい、で脳締め決まると目っていうか黒目が中心に来ることが多いです。っていうかほとんどです。はい、脳締めをして体の動きを止めました。そうしましたら血抜きです。血抜きにはサビナイフ9を使います。これ使いやすいです。エラの膜を切るんですけど、背骨にナイフを当てながら引き抜くと血抜きできます。はい、これで、切り口で血が固まらないようにこうバシャバシャさせます。はい、その間にこっちの平鈴木も締めますかね。平鈴木はここから行きます。まあ、こうやってバス持ちできるんで、マダイは噛まれると大変なんで、多分指潰されるぐらい顎の力があるんで、ここから締めました。はい、同様に血抜きをいたします。おうおうおう、今潮下がってるはずなんだけどな。まあいいや。はいはい、どうかな。これで血が抜けてきますと、このエラの色が薄くなるんですけど、もうちょっといけるかな。もうちょい、こっちの平続きはどうだ。あ、こっちは結構抜けたな。はい、どうでしょう。あ、だいぶ色が薄くなってきましたね。はい、でですね、最近なんですけど、ちょっと平続きで先やってみますか。ここ切って抜きましたよね。でこの先に心臓があるんですけど、この心臓の血管を切るとまた血がドバッと出るんですよね。これを、はい、これで血出るじゃないですか。これやってた方がいいのかなと思うところもありますし、切っちゃったら血が逆に抜けなくなるのかなって思ってはいるんですけど、研究中であります。もうなんか僕としては切った方がいいんじゃないかなって思ってます。それなんで今回このマダイもそこまで切ってみましょうか。どうかな、あるよね、これです。これを切ると、あ、でも血出てこなかったな、今抜けてたのかな。でもこの辺血があるので、やった方がいいんじゃないかなと、研究中であります。まあ、やったやんないでそんなに差は感じてないですけどね。はい、そうしましたら次は神経締めです。本当はバス持ちしてやりたいとこなんですけど、
ちょっと怖いんで、このままここを持って平続きみたくここ穴開けます。でここに脳がありますよね。で脳の先にこれ側線点があるんですけど、これに沿って神経が入ってるんですよ、背骨の中に。でそれなのでこんな感じで刺すと神経締めやりやすい感じになりますかね。それなんで脳があった位置をここから狙って刺します。ここ勝てんすよね。ここで手間取って脳締めが難しくなるのが嫌なので、ここから脳締めしました。このぐらいかな。こんなもん。おお、ほらやっぱりグッとくるから、この時噛まれたら危ないんで、やっぱりバス持ちはしない方がいいですね。はい、今神経の入り口までこのフィッシュピックの先端が届いた感じですね。はい、そうしましたら神経締めワイヤーを使って神経締めをします。まあ こんな感じで入っていけばいい感じですね。はい、でこれは 1.2 ミリの神経締めワイヤーです。使いやすいですよ。はい、こんな感じで入れていきます。この時ほとんど力はいりません。はい、入りましたね。はい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 、こんな感じですね。あとは、よく出し入れをして潰してあげます。まあ、フィッシュピックで刺した時にビクってなれば大体すんなりいくことが多いですね。こんな感じで入ってるはずです。はい、じゃあこっちの平続きも行きますか。これは結構平続きは結構簡単に行くんですよね。この辺かな。はいはいはい、入った。はい、よいしょ。はい、これで脳締め、血抜き、神経締め完了です。でもここでもたもたしちゃいけません。ここでちょっと急いでやんなきゃなんないのが鬼締めです。よいしょ。はい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 、急いでやりたいことはこれ、冷たい海水で一気に冷やす鬼締めです。はい、これ海水で、これペットボトル氷です。まあそれなんでこれは塩分濃度が薄くならないですよね。これ溶けないんで。はい、これで一気に魚の身を冷やします。なんか脳締めとか血抜きとかの処置をした後って魚のこの体温が上がるっていうことを聞きまして、本当かどうか知らないですけど、いやそれだったら、うん、これはできるだけ早くやった方がいいと思われます。まあ、実際これすごい僕効果を感じてるんでおすすめしたいですね。まあ、脳締め、血抜き、神経締めをやったとしてもこれをやらなかったらだいぶ持たなくなる感じします。それなので、まあ脳締め、血抜き、神経締めしなくてもこれだけはやりたいなっていうくらい結構重要な処置だと思ってます。はい、でこうやって海水につけるんで、なんだ、血抜きはそこまできっちりやんなくてもいいんじゃないかなと思うところがあります。まあ、今ちょっと今の時期寒い時期なんで、まあ時間かけても大丈夫かなと思うんですけれど、これが夏だったら、血抜きはダダダダってやってガッと、なんかそんなに血の塊ができてないなっていう状態だったらもうすぐ持ってきてこれをやった方が僕はいいと思います。はい、ということで今回は釣り場での魚の締め方マダイ編、脳締め、血抜き、神経締め、鬼締めでした。
今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。釣りたかしでした。エンジョイはフィッシング。